さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。先頭変わってエフテイサッチ、エフテイサッチ先頭、2番手は名将日高、エフテイサッチ先頭。一気にマジックリボン、マジックリボン、大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭はエイシンキャメロン、ザカリア先頭。残り 100m、 ザカリア先頭。一気にアドマイヤ個人、ザカリア、大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。三歳牝馬クラシックの第1弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。さあ最後は大外枠のスティンガー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。北三アラート、これは好スタート。
綺麗なスタートを切りました。エトワールチェンジ、前に行きそうです。これに続くのが北山アラート、その外にクリアミスワーキー、好位置をキープしています。スティンガー、内からはアグネスバンク、その外からプライムノバ、その隣にアニートーク、その横にマイネレジーナ、その外にアグネスショコラ、アドマイヤーオフ、すぐ後ろ、内からはタイキサミット、プリモディーネ、すぐ後ろ、その外にスノービクトリー、しんがりから梅のファイバー、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。この辺りで先頭が変わりました。北山アラート、2番手はレッドチリペッパー、マイネレジーナ、3番手大外からピンクの帽子スティンガー、伸びてきた。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってスティンガー、スティンガー先頭、リードを広げにかかります。2番手は北山アラート、残り 200m、 スティンガー先頭だ。残り 100m、 これは強い。2番手はクリアオミスワーキー、スティンガー独走、スティンガーぶっちぎりです。スティンガー1着、2着はクリアオミスワーキー、スティンガー素晴らしいパフォーマンス、格の違いを見せつけました。